私どもの会社は創業者である津久井助六が土木の会社をまず起こしまして、まあ、そこで自分の母親の介護が必要になった段階がございまして、津久井という会社の中でですね、特別養護老人ホームを開設をしていこうということで、その準備がございました。そんな経過の中で、特別養護老人ホームというものについてはすごく時間がかかる事業でございまして、じゃあ社内として介護に関わる事業を始めていこうと、そんな思いの中で訪問入浴というお仕事がスタートしています。同時進行で特別養護老人ホーム、これが完成するんですが、その頃には自分の母親が入ることはできずに、開設に至ったという状況になっています。で、津久井の中で、コツコツ積み上げてきたこの訪問入浴というお仕事、これからスタートをさせていただいて、特に当社としては、その訪問入浴のお客様というと、どうしても重度のお客様が多いものですから、重度のケアというものがイコール在宅で家族の思いからすると、大変なケアをしている方々、ここを救っていく、何かお役に立っていく、そんなことができる会社として進めていければいいんじゃないのかということで、昭和58年ですね、この福祉事業と介護事業ということに着手をいたしました。現在ですね、国の方が地域包括ケアということで在宅事業ということを民間の株式会社にも開放したのが介護保険でございます。その中で段階的に当社は訪問入浴から訪問介護、また福祉用具の関係からですね、デイサービス、また介護付きの有料老人ホーム、昨今で言われるサービス付きの高齢者住宅、こういったものまで業態を広げてきました。一方でこの業界どうしても人材というものが叫ばれるものですから、人材事業もですね、並走して走らせています。で、今現在の全国で600弱ほどの、今期末で600を超えるような事業所の体制で、今全国47都道府県でお仕事のをさせていただいてございます。私自身が、この介護の世界に、大学で卒業をして、その時に何になろうかなと思った時にですね、その時、母親が一生懸命勉強をしていたんですね。そのテキストを、見てみると、これから先長い人生でまだまだ自分たちが必要とされる業界であるということが初めて分かりました。その中でまず私が勤めた時に感じたのが、男性でこの仕事をしているってあなた偉いわねと言われたのがお客様からの第一声で、その手前では、いや男性が勤めて成り立っていく仕事じゃないんじゃないんですかと職員さんにも言われました。なんで私はこの業界をまず食っていける業界にしたい。で、それにはやっぱり専門的な技術も自分たちが積み上げていかなければいけない。ですから私どもからすると、全てのサービスを精通してできるようなものになっていくということもですね、やはり自分たちのキャリアを作っていく、またその上でそのキャリアに応じた報酬が取れるような仕組み、ここにしていくと、こんな考え方を持って今までも進めてまいりました。私ども介護保険が始まる前、昭和58年からお仕事をさせていただいておりまして、その当時から、役所が、福祉の制度を持って立てつけて計画を持って進めてきました。その中で、当社からすると訪問入浴だけではなくて、訪問入浴のお客様のところに伺うと訪問介護の必要性を問われましたし、仕事としても津久井さんでやってほしいという話もございました。その中でやっぱりデイサービスというものもございました。でデイサービスについてはですね、石川県の金沢市の方で、民間、株式会社に対して、委託という形が初めて出ました。それを受注したのが私どもでございまして、だいぶ距離感はあるんですが、その手前で訪問入浴だとか介護だとか、そういったお仕事のこう流れがございまして、そういったところで、株式会社に委託をするということについても役所の方も挑戦をしていただいたんだと思います。ラインナップをこうたくさん並べてみますと、やはり最終的にはこう地域にそういったサービスラインナップがないと結局お客様は救えないという考え方もございますので、当社からしますと、
段階的に今じゃお客様の、まあ、こちらが持っているサービスを売り込む押し付けるんじゃなくてて必要なサービスを伸ばしていく、まあ、これしか事業者からすると策はないんですね。ですから今必要なサービスをとことんまで掘り下げていって地域の中にどうレイアウトしていくのかという考え方に切り替わってきています。人材の育成といっても新卒さんが入ってきてある一定の期間で実質、現場に散っていくということよりもどちらかというと現場の需要に応じて職員を募集していくと、この業界の場合どちらかというと、途中で入ってくる方々、中途採用という形が基本的に一般的でございます。まだまだ当社の方もそういった状況になっておりまして、でその方たち随時入ってまいりますし、逆にその時にサービスラインナップをまず複数持っている拠点というものを今まで試行して作ってまいりました。ですからデイサービスで入っていて、まずデイサービスの業務、これをきちんと OJT で、チューターのように教える方がいてて、でその方が見極めをつけて初めて現場に出ていくという仕組み、それができて歩いて長だるみがないように次の今度はサービスにシフトをしていく、歩いて、女性の職場でもございますので、現状としてじゃあその働く場であったり、じゃあ勤務できる、地域の広さというものがございますので、そういったところも配慮してできればその地域の中に複数店舗出してきました。そうすることによって、簡単に言えば移動する機会って私たちも過去何回もあったんですが、この移動っていうのは確かに大変なことではあるんですが、環境も変わってですね、新たな挑戦ができる、また新たな自分の立ち位置で仕事に向かえる、そんな機会でもあろうと思っています。そういった中で、パートさんで入ってですね、社員として、また逆にそこから今役員としてという職員まで出てきています。ですから教育っていうのは一貫してやっていくというような思いは、そんなに強い思いはないんですけれども、やっぱその方たちが常に高まっていけるかどうかで仕事を飽きずにやっていけるかどうかというところには注力をしながら進めてきています。